はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語動詞の活用丸2をお送りします。で、前回からね、動詞の活用が始まって、前回はここに載ってる未然、連用、終止、連体、仮定、命令と6つのね、ほにゃらら形を覚えてもらいました。で、まあ、それも使うんですが、今回はポイントの中に2個です、穴埋め。2つ。で、こっちに3つあります。3、4、5の穴埋めが。で、ここは表を完成させようって書いてあるんですけど、本当はね、縦線と横線があった方が見やすいと思うんですけど、ちょっと引けなかったので、例えば、話すって言葉の語感、まあ、書いてあるけどね、未然形、連用形、終止形の穴が開いてるところがあります。こうやって。ここが穴開いてたりね。で、その部分を埋めてみてください。おそらくこの表は教科書とかワーク問題集で必ず見たことがあると思いますので、まあ、そんなイメージでね、解いてもらえたらと思います。ではできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、ちょっと不安なのがあれば今からね、説明しながら解説やっていくんで、説明しながら解説じゃないね、説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず2つ言葉覚えてもらいます。で、読んでいくね。動詞を活用させた時、まあ動詞って活用するから形が変わるからね、その時ほにゃらら部分を語感って言います。これ読めたら語感ね。まずこれが覚えてほしい言葉1です。で、ほにゃらら部分を活用語尾って言います。これが覚えてほしい言葉2つ目です。で、ここはね、厳密に同じ言葉じゃなくてもいいです。俺が勝手に言ってるだけなんで。だから同じような意味だったらね、いいかなと思います。じゃあまず語感。これ何かっていうと、語感は、これ俺の覚え方ね。変化しない部分です。いい。変化しない部分。で、ちょっと色変えますね。じゃあ活用語尾は何かっていうと、こっちね。活用語尾。これは同じ変化って言葉を使います。ただしこっちは変化する部分です。で、おそらく問題集とか学校の先生でもね、こうやって教える方が多いかなと思います。自分のね、今まで出会ってきた先生のイメージだと。だからまず覚え方として、語感と活用語尾、この2つの言葉必ず覚えます。絶対に。で、語感っていうのは変化しない部分、活用語尾が変化する部分なんだって覚えておいてください。ただこれだけじゃね、やりきれないとこがあるんですよ。でも基礎的なのはここがまずスタート地点だからね。ここからいきましょう。よし、じゃあ表完成させます。で、この表何かっていうと、まず話すっていう言葉がある。で、それの語感って何ですか。まあ書いてあるけどね、今回花って、これが語感なんです。で、あとは未然、連用、終止、連体、仮定、命令、それぞれに言葉が入ってくる。で、それを埋めていきます。ちなみにこの表、活用語尾って言葉入ってないんですが、このね、未然から命令形まで、この部分を活用語尾って言います。いい？じゃあやっていきましょう。でね、この表どうやって考えるかっていうと、まずこのね、続き方を覚えてください。この表に関する、例えば未然形だったらないとうを後ろにつけてみるんです。連用はますとたです。これまあ前はたい立てますってやりましたけど、ここはますとただけでいきます。で、終止形は言い切りなんで、特に×にしたら言い切ればいいから。で、連体形は前回はね、体言に続くとかのでとかやりましたけど、ここでは時とことを使ってください。で、仮定は場です。で、命令が×なのは命令にすればいいから、命令口調で言えば大丈夫です。で、まず何やっていくかっていうと、ひとまず話すっていうこの言葉にないをくっつけてみます。そしたら話すないとは言わないよね。じゃあなんて言うか、話さないっていうね、話さないってことは、すの部分がさに変わったでしょ。話さないなんです。じゃあ今度うをくっつけます。話すではなくて話そうっていうね、なんとかを話そうって。だから話そうなんです。で、この時点で話す、話さない、話そう、3つ調べた時点ではとなって変わってないでしょ。全部に使ってる。だから変化してないから語感なんです。それがはとながね。で、逆に、すの部分は、さになったり、そになったり、変わったでしょ。
だから変わってるのでそこが活用語尾になります。で未然形の時はさとそに変わったからそれを書けばいいと。で連用も同じように調べると話すにますをくっつける、そうすると話しますだよね。話します、たをくっつけます。話した、だよね。両方ともしになる、さの部分がね。だからここは、あ、青、色間違ったね。活用語尾なんでね、青で書いていきます、こっちは。ここはしになります。これ両方ともしなんで一個だけ書けば大丈夫だからね。しとしって書かなくて大丈夫だから。で、終止形、終止形は言い切りなんでもう基本的にこれと同じです。話すだから、だから話すってちゃんとすも書くんだよ。で、時とこといきます。話すとき、話すこと、これ普通に話すで使えるよね。だから話すときで OK、 話すことでね。じゃあ場をくっつける、話せばだよね。で、命令形は話せです。これで話す、これのね、表が完成となります。まあ、こんな感じで調べてください。でやると、例えばね、さっきみたいに、じゃあこういうのくっつけて変わらないところが、変化しないところが語感なんでしょってやりたくなるんだよ。なので落ちる、ちょっとやってみるよ。まあ、こう書いてあるんだけどね、落ちるですよね。ないをくっつけたら落ちないなんですよ。で、うをくっつけると、これうは、ね、くっつけなんですよ。落ちるとか言えないんで、だからうはね、考えなくていいです。で、落ちないでしょ。で、ここますもちょっと考えてみます。そうすると落ちますだよね。で、たをくっつける、落ちただよね。あ、じゃあ落とちが全部使われてるから、これ落ちが語感だなと思って落ちって書くと、これ×もらえます。語感どこか、これね、おなんです。厄介でしょ、変化してないんだよ、ちの部分なのに、おだけになります。で、これはですね、俺がいつも教えてる方法です。で、全部には使い切れないので優秀な技ではないんだけど、語感が、特に自分が国語が苦手だったから、すごくね、国語が苦手だったり、その、なんだ、活用、語感とかが苦手な子は、ちょっと参考にしてもらいたいんですけど、落ちるって言葉って、おって漢字でしょ？チルがひらがなでしょ？漢字とひらがなのコンビで語感になることってほぼないです。つまり、おっていう漢字に、チっていうひらがながくっついて一緒に語感ってないんです、ほとんど。落ちってならない。で、この場合は漢字の部分だけを語感にしてあげます。ってやると割りかし解ける。いろんな言葉で。万能じゃないけど。なので今回はおだけにするんです。全部字が入るんだけど。で、おでしょ。だから落ちないなんだよ。で、落ちますだからここ。また色間違えそうになった。ここね、字が入る。で、言い切りは落ちるなんでそのまんま。で、連体形は落ちるとき、落ちることだから、ちとるを両方書きます。ちも書くんだよ。ここおしかないからね。で、命令形は落ちろ、落ちよですね。いいかな、こんな感じで、あ、一個抜きましたね。ここ、ごめんごめん。で、ばをくっつけると、落ちればだよね。ちれだね。落ちれば。だから、ここは、落ちれば、ちれが入ると。で、命令は落ちろと落ちよという感じになります。いいかな、だからこれが万能じゃない。これもね、これだけで全ては解けないんですけど、基本的にこれがまず知識としてあってほしい。個人的にはこれを覚えた状態で、あ、こういうこともあるんだなっていう感じで覚えてもらえるとありがたいかな。じゃあ次、書くいきましょう。で、書くだね。いや、ないくっつけると書かないだよね。で、これやると書きますってことは、かの部分だけ変わってないね。最初のくは変わっちゃってるから、だからこれはもう純粋に最初のか、これが語感になります。このかね、書くのか。で、さっきも言ったように、書かないなんで、かが入る。で、うをくっつけると、これうがいけるね。かこうだよね。だから、隣にこも書いてあげてください。いいかな？で、次は書いてあります。書きます。で、書きたって言わないね。書いただよね。だから、ちょっといが入ってくる。で、これについてはちょっと後ほどこっちで説明するので、ちょっと線だけ引いておくね。ごめん、下線で申し訳ないけど、まあ置いときましょう。で、終止形、これは言い切りなんで書くだから、くって、はい、多分ね、もう皆さん突っ込まれた方多いと思いますけど、もう3連続で色間違った。ちょっと待ってね、未然に戻るよ。
書かないと書こうだよね。で、ここが書くと。はい、失礼しました。で、次、連体形は書くとき、書くことって言えるので、ここもくが入ります。で、仮定です。書けばだよね。けだね。だから書けばって言えるから、けになる。で、命令は書けだね。だから、けが入る。いい？こんな感じで、この表はね、完成させてください。ちょっと噛んだね、完成させてってください。で、この表を解く上では、やっぱりこの続き方、これを覚えてることがすごく重要です。なのでね、ちょっとめんどくさいんですが、ここをぜひ覚えておきましょう。で、さっきね、ここのやつ話をしましたが、その知識をちょっとやっていきます。で、また、連用形、ここですね、連用形が、たとかて、またはだとかもあるんですけど、などに続くとき、元の行にはない音になることがあります。どういうことかっていうと、今、書くっていう、ここが変化してったでしょ？だから、書かないとか、書こう、書きますとか。これ、全部、くがもともといる、か行なんだよね。だから、書きくけこで絶対変化していくんだよ。なのに、ここにいが来た、つい。なんか突然。これ、あ行じゃん。俺、違う行、お前誰？みたいな感じのが入ってきた。でも、こういう言葉がたまにあります。で、それを、元の行にはない音がなる、音になることがある。っていうことを言ってます。ね、か行だったのに、あ行が入ってきたからね。で、これを、音便形って言います。音便って言うんですけど、で、3種類あるの、音便って。で、今やったみたいに、書いた、なんか、いが突然来たでしょ。だから、これ、そのまんま、カタカナのいを使って、イオン便って言います。いが入ってきたから。で、次、行った。これは、もともと、行くで、家業なんだよ。くなんだけどね。でも、ちっちゃいつが入ってきたんです。行くたって言わないから。で、ちっちゃいつが入ってきて、これを、この感じで即音便って言います。ちっちゃい「つ」が入ってくることね、即音便で。もう一個最後が「読んだ」です。これも「読む」っていう「む」で「まみむめも」なんだよね。読みますとかって「まみむめも」の行なのに「ん」が入ってくる、ね、で「ん」が入ってくることを「ほにゃらら音便」。これね、消えちゃうかな、漢字が難しくて。ちょっと大きく手変でしょ。で出発の「パツ」の上書いて弓書いてこれ書きます。ちょっとごめん、消えちゃったけど。これで、発音便っていう。いいかな？この、イオン便、即音便、発音便。この3つの音便があるので、覚えておいてください。ごめん、大事なとこ消えちゃったね。ちょっと被せるけど。ちょっと汚くてごめんね。書いたらね。ということで、今回はこの活用の、まあ、基本的なこの知識と、こういうパターン、特に、まあ、落ちるとか、こういうパターンもありますけど、この表の作り方、そして音便ですね。これを覚えておいてください。では、今回は中学校国語、動詞の活用丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一個あって、この活用には、ほにゃらら活用っていう、ね、なんとか段活用みたいな、絶対聞いたことあると思うんですけど、そういうのがある、有名な問題がね。で、それを次回取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。